幸福の道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 は、上層ニュータウン南森屋にある南森屋駅から上層ふれあい道路の松ヶ丘7丁目交差点までを結ぶ全長 2.2km の遊歩道である。上層ニュータウン南森屋の中央部を通る遊歩道で歩行者と自転車のみ通行することができる。交通量の多い契約台と松ヶ丘の境の道路とは、 一体交差を行ったり、遊歩道沿いに、小中学校を設けるなど、放射分離の工夫がされている。沿道には、欅台公園、小風公園、松ヶ丘公園などの公園があるほか、森屋市立欅ヤ中学校、森屋市立松ヶ丘小学校、南森屋児童センター、西遊学士森屋店などがあり、終点の松が丘7丁目交差点の前には、ワンダーグー森屋店、 ライトオンモリア店、ハードオフモリア店、アクロスモールモリア等の商業施設がある。松ヶ丘7丁目交差点の先は一般道となっているが、花が植えられたプランターの並ぶ通りとなり、小便小僧広場を経て、マインブルクの象形へと突き当たる。都市計画道路としての正式名称は、柿の沢鈴塚線で、当時の起点の地名。 大技落ちし、あざがきの沢と当時の終点の地名、大技鈴塚にちなむ。ありがとうございます。